皆さん、こんにちは。サクッと学べる読み出す歴史館を始めます。まずはじめに読み出す歴史館とは、読売新聞の記事データベースです。読売新聞の1874年創刊号から収録されています。昭和の地域版、ジャパンニュース、現代人名録も読めます。学内のみで利用できます。 リモートアクセス申請後は学外からでも利用できます。読み出す歴史館にアクセスするには、付属図書館ホームページにある情報検索から、新聞読み出す歴史館とたどっていきます。リモートアクセスの利用を希望する場合は、こちらから申請してください。では、早速使ってみましょう。こちらが読み出す歴史館のトップページです。 読み出す歴史館に同時にアクセスできるのは3名までですので終了時は必ずログアウトをしてください。1986年以降の読売新聞や古い記事の縮刷版「ジャパンニューズなど検索対象をタブで切り替えて検索します。複数の検索対象をまとめて検索したい時はこちらの横断検索から検索することもできます。また、すすすぐ読むおすすめ連載は、 クリックするだけでトピックや最新ニュースなどを簡単に読むことができます。それでは新聞記事を検索してみましょう。最近、ゴミ拾いとジョギングを組み合わせた環境保全に関する SDGs スポーツがあるそうです。新聞記事があるか探してみましょう。例えば、タブ切り替えで平成、令和、 1986からを選択キーワードにゴミ拾いスペースジョギングと入力して検索してみます他にも発行日などで絞り込みをしたり検索結果リストの表示順を指定したりすることができますまた全国版地域版を選択して検索することもできます検索結果一覧を見てみましょういくつか関連記事がありました では、こちらの記事を詳しく見ていきます。走る、ゴミ拾い、プロギング、健康と環境、一石二鳥というのが新聞記事の見出しです。その他の情報も見てみましょう。左から順に、掲載日が2021年6月21日、発行形態が中部長官、連名が中二社。発行形態の中部長官というのは、 中部本社版の長官に掲載されている記事ということです。この記事がいつどこに掲載されているのかがわかるようになっています。記事を読みたい場合、見出しをクリックするとテキスト版で記事を読むことができます。こちらをクリックすると新聞の切り抜き画像で記事を読むことができます。記事の画像は印刷もできます。皆さん、 こちらの記事にあるプロギングという言葉を聞いたことはありますかプロギングとはゴミ拾いとジョギングを合わせたスウェーデン発祥のフィットネススポーツです。健康づくりをしながら誰でも気軽に SDGs にも貢献できるとして世界各地に広まっているそうです。こちらの記事には日本でも様々なイベントが開催されている様子などが書かれていました。次に このようなリンクマークのある記事を見てみましょう。これは英文記事へのリンクがあるという意味です。見出しをクリックして本文を表示し、この記事を英文で読むをクリックすると、ジャパンニュースの英文記事が表示されます。ジャパンニュースは読売新聞社が発行する英字新聞です。 通常はジャパンニュースにタブを切り替えて検索しますが平成令和1986からに収録されている記事から直接リンクされている記事もあります元の記事に戻るときはこの記事を法文で読むをクリックしましょうでは次に古い記事を検索してみましょうカルピスは100年以上前に発売されたそうです 当時の新聞広告があるか探してみましょう古い記事なので明治大正昭和1874から1989にタブを切り替えます通常の新聞記事と合わせて検索したい時は横断検索を使ってくださいキーワードに今回はカルピスと入力してみます広告を探したいので 広告記事のみを対象として検索しますにチェックをつけます。このように新聞データベースでは広告だけに絞り込んで検索することもできます。他にも発行日や発行形態を設定して検索することもできます。こちらが検索結果です。新聞広告は見出しの前に角括弧広告と記載されています。1920年3月6日、 カルピス落頭という見出しがありました。この記事を読みたい場合、見出しをクリックします。明治、大正、昭和については、指名イメージで本文を読むことができ、記事の右上に位置を示す赤色のピンが表示されます。年代によってさまざまな広告が掲載されていました。広告も重要な資料の一つです。どのような広告が掲載されていたのか。 気になる方は検索してみてくださいこのように新聞データベースでは簡単に記事を探すことができます新聞の基礎知識については新聞記事の探し方を視聴していただくとよくわかりますいかがでしたか検索方法などわからないことがありましたら中央図書館1階学習研究支援カウンターへお問い合わせください